2連勝ですね、はい、ありがとうございます、今日はどんな戦いだったでしょう。今日はですね、まあ、セクションが、なんていうのかな、人工なんですよね、全部。それで、土の斜面もこう切り崩したようなところで、で昨日ちょっと朝方雨だったみたいで、それでそのままぐちゃぐちゃの場所が結構多くて、まあ、難しい、なんていうのかな、自然の地形で難しいっていうか、ちょっとこうなんか失敗すると即5点みたいな、そういう人工セクションだったので、結構みんな点数食うのかななんて思ったんですけど、案の定始まってみたらどんどん5-5-5-5みたいな感じで、僕も減点取ってしまって、で1ラップ目は、5点が5つでクリーンが5個っていうスコアだったんですけど、自分としてはあ、もうこれはノーポイントぐらいです、なんかそういう感覚で走ってましたね、はい。2ラップ目に、ちょっと調子が復活してという、2ラップ目ちょっとセクションもだいぶ乾いたところもあったので、そういうところはクリーンで抜けて、ただみんながやっぱまあ、ポイントとなるようなセクションですよね、そこはそれなりに失点したので、まあ、スコアは追い上げたんですけど、自分の手応えとしてはなんかいまいちな試合でした。はい、そうすると優勝を知ったのは終わってからですか。そうですね、終わってから1ラップの順位を見たら、最初下の方を見てたら全然名前がなくてあれおかしいなって思って、で一番最後に上見たら自分が1ラップ1位だったのでちょっとびっくりしました。今回匠選手が3点差で2位ですけど。そうですね、2ラップ目にやっぱり10点台で回って、で見てた感じやっぱりランドネでかなり苦労されてたと思うんですけど、まあさすがアウトするとこはアウトしてましたし、さすがだなと思いました。はい、これでランキングもぐーんといいところに行きました。はい、ちょっとヨーロッパから帰ってきたばっかりで、なんか全然こう大会っていう意識がなく、第3戦か第2戦でしたっけ、九州は3戦目でしたっけ、なんかこう時とはまた全然違う心境 の大会だったんですけど、まあ、勝てて非常に嬉しいです。ではまた次もよろしくお願いします。ありがとうございます。